大倉雄一君。皆さんおはようございます。市民クラブの大倉雄一です。今回大きく2点質問を通告しております。早速質問を行います。まず不適正経理についてお尋ねします。県内5市不適正経理会計検査院報告と11月6日新聞紙面に掲載されました。残念ながら5市の中に本市も含まれておりました。国の補助金などの検査を行う国家機関である会計検査院の立ち入り調査により不適正な経理処理が指摘されております。この件に関しましては去る11月25日市議会全員協議会で報告をいただいておりますが、改めてお尋ねをいたします。まず今回の検査は本年2月および3月の実施であったと聞いておりますが、なぜ検査を終えてから8ヶ月後の公表となったのでしょうか。その理由をお尋ねいたします。次に会計検査院の検査内容とその結果についてお尋ねします。またなぜこのような不適正経理が発生したと考えられ、どこに問題があったのか、あったと考えておられるのかお尋ねします。合わせて発生原因や要因を踏まえた今後の 再発防止策と不正経理分については国庫返納が必要と聞き及んでおりますが、返還金の財源と金額、そして返還金に加えてペナルティなどの加算金がないのか、総務部長にお尋ねいたします。次に監査院にお尋ねいたします。平成21年の自主点検による預けや差し替えの不適正経理が発覚した際、監査院の改善策として物品納入時の研修事務が確実に行われているかをチェックし、不定期に各課の研修に立ち会うと平成21年6月定例会の一般質問の答弁として当時の監査院が述べられております。その後の実施状況について監査院にお尋ねいたします。また会計検査委員から不適正経理と指摘されている今回の件につきまして、監査院としてどのような思い対策を持たれているでしょうか、お尋ねいたします。次に行政評価制度の導入についてお尋ねします。本定例会の審議議案としまして、平成21年度一般会計をはじめとする決算が認定されました。私も決算審査特別委員会のメンバーとして平成21年度の決算審査に携わることができました。その中で思ったことでありますが、予算に対するお金の動きが中心となり、事業の目的や目標に対する成果を職員の皆さんがどのように分析し判断されているのかが見えなかったということです。決算審査は執行された後審査するわけですが、決算審査の内容は平成23年度当初予算に反映される仕組みとなっているはずであり、重要な審査と認識しています。平成21年度決算を平成23年度予算へ反映させる仕組みを構築し公表することが重要であると考えますが、現状は内部で評価されており、市民に分かりづらいものとなっております。そこで行政評価制度が必要と考え、この導入についてお尋ねをしていきたいと思います。行政評価とは、市が行う施策事務事業について一定の基準や指標を持ってコストや成果を把握し、必要性、効率性、有効性、優先性、公平性を判定し、次の計画や
予算に反映するための総合的な評価であります。この制度の狙いとしては、目標を設定し、成果を分析するという仕組みの中で、成果を重視した行政運営が可能となる。さらには、評価結果を公表することによって、施策や事業に対する市民の関心が高まり、行政内部で効率化のインセンティブが働くと言われております。多くの自治体が導入を始めているとも聞いております。そこで企画振興部長にお尋ねをいたします。八代市行財政改革大綱の期間が今年度までとなっており、大綱の中でも行政評価制度の導入の検討が示されておりますが、今年度まで導入の形跡が見られません。一方、今年度から市民事業仕分けが75事業で実施されました。事業仕分けを行うためには行政サイドが事業に対する分析や成果を示す必要があると考えます。すなわち行政評価が必要でありますが、行政評価制度の導入に向けた過去の取り組みと現在の進捗状況、進めるにあたっての課題についてお尋ねをいたします。以上で壇上からの発言を終わり、再質問につきましては発言席より行います。江崎総務部長。おはようございます。おはようございます。それでは議員のご質問にお答えいたします前に、今回の会計検査院の検査におきまして、不適正な事務処理などの指摘を受けましたことにつきまして、市民の皆様に対しまして深くお詫びを申し上げます。それではご質問の不適正経理についてお答えをいたします。まず検査を終えてから8ヶ月後の公表になった理由についてでございますが、今回の会計検査につきましては平成22年2月から3月にかけて実施をされました。検査後、検査院におきまして指摘内容の精査と会計検査院表第29条の規定に基づく平成21年度検査結果報告の取りまとめが行われ、日本国憲法第90条に基づきまして本年11月5日に内閣総理大臣に対し報告されたところでございます。検査の結果に関する情報及び検査の過程で作成または取得した情報につきましては、情報公開法の不開示情報に該当し、一切不公表となっております。このことから検査院の正式な公表であります総理報告までは指摘内容について一切公表しないようにとの指示を受けており、議会への報告ご報告が検査から8ヶ月後のになったものでございます。次に検査の内容とその結果についてでございますが、今回平成15年度から20年度までの農林水産省所管分の国庫補助事業延べ65事業および国土交通省所管分の国庫補助事業延べ81事業にかかる旅費、賃金、需要費などの事務費が検査の対象とされております。検査は農林水産省所管分が平成22年2月15日から17日までの3日間、国土交通省所管分が平成22年2月17日から19日までと3月24日から26日までの合計6日間行われております。検査の結果、預け金や差し替えなどの不適正な経理処理及び国庫補助対象外の執行について指摘を受けております。内容を申し上げますと、まず不適正な経理処理につきましては、物品が納入されていないまま架空の請求により代金を支払い、業者に保有させ、その範囲内で後日物品を納入させる、いわゆる預け金
と呼ばれる事務処理が農林水産省所管で235,023円、国土交通省所管で898,541円、物品の納入ごとに支払いを行わず後日納入されたものとは異なる請求によりまとめて支払いを行ういわゆる一括払いと呼ばれる事務処理が国土交通省所管で205,633円、また契約した物品とは異なる物品を当該年度内に納入させるいわゆる差し替えと呼ばれる事務処理が農林水産省所管で432,856円、国土交通省所管で272,432円の指摘を受けております。このほか物品が翌年度に納入されているのに現年度に納入されたものとして代金を支払う翌年度納入と、また逆に物品が前年度に納入されているのに現年度に納入されたものとして代金を支払う前年度納入と呼ばれる事務処理が合わせて農林水産省所管で1,447,239円、国土交通省所管で2,042,874円の指摘を受けており、これらの不適正経理の合計は農林水産省所管で2,115,118円、国土交通省所管で7,723,480円となっております。次に補助対象外の執行につきましては、国庫補助事業を所管していない部署に納入された物品の代金などを支払っていたものであります。指摘額は需要費は農林水産省所管で2,392,1607円、国土交通省所管で1,433,759円、賃金が国土交通省所管で557,095円、旅費が農林水産省所管で61,466円、国土交通省所管で222,610円であり、補助対象外の合計は農林水産省所管で23,983,073円、国土交通省所管で1,511,464円となっております。今回指摘を受けました補助対象外のうち需要費につきましては、国庫補助事業の実施に伴い交付されます多額の事務費のうち、当該補助事業の所管下で必要となります額を確保した上でそれを超過する分につきましては市全体で執行することが公平かつ財政運営上も有効であると判断をし、財政課におきまして一元管理をした上で全体で共通に使用しておりますコピー用紙代やプリンターのトナー代などのほか、市の単独事業にて事業を実施している各課会の事務消耗品費に配分を行っていたものでございます。以上、不適正経理と補助対象外を合わせますと、農林水産省所管が2,609,8191円、うち国庫補助金相当額が1,167,4546円、国土交通省所管が2,283,5944円、うち国庫補助金相当額が1,132,3920円となっております。なお今回指摘を受けましたものはいずれも業務上使用するための物品を購入をいたしたものでございまして、指摘流用に該当するものはございませんでした。次に今回の不適正な事務処理が発生した原因につきましては、平成21年の5月に市の自主調査に基づき取りまとめました物品調達に関する不適正な事務処理に係る調査書に記載しておりますとおり、大きく3点挙げられます。まず1点目は職員の意識に関する原因でございまして、職員の法令遵守に関する意識が薄れ、公金取扱いの重要性に対する認識が低下していたこと。2点目が物品調達体制等に関する原因でございまして、物品の調達や管理に関するチェック機能が十分に働いていなかったこと。
3点目が予算執行等に関する原因で、国庫補助事業の事務費に不用額が生じた場合も国が返還に応じにくい現状があることや、予算流用手続きが煩わしいなどの理由で正規の事務手続きを行わなかったことなどが考えられます。次に、これらの原因を踏まえまして、今後の再発防止策についてお答えをいたします。こちらにつきましても、市の実施調査を受け、すでに実施している内容でございますが、まず職員の意識に関しましては、昨年7月に八代市職員のコンプライアンス指針を策定するとともに、公務員倫理や予算執行及び物品の調達管理に関する研修を実施し、職員の意識改革や資質の向上、法令遵守意識の徹底を図っております。また昨年4月から施行の八代市職員の懲戒処分等に関する基準では、県内他市に先駆けまして不適正な事務処理についても懲戒処分の対象といたしております。次に、物品の調達システムに関しましては、各課会の物品取扱主任によります物品納入時の研修を徹底いたしますとともに、本年7月からは一定額以上の物品の購入に関しましては、契約検索による集中調達などを実施をいたしております。次に、予算執行に関しましては、予算規則の遵守を徹底するとともに、予算の使い切り意識を払拭するために予算編成方針の趣旨等の周知徹底を図っております。最後に、今後の国庫補助金の返還などについてお答えをいたします。今回の検査結果に基づき、今後補助金の所管省庁であります農林水産省および国土交通省と協議を行い、返還額の確定作業を進めることとなります。返還額が確定しましたら、それぞれの省庁から返還の請求が行われることとなりますが、返還の際の財源といたしましては、可燃度の事務費に対するものであること、また私的流用ではないことなどから繰り越し金を予定をいたしております。また加算金につきましては、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律第19条に規定はされておりますものの、ただいま申し上げましたように、現在各省庁と協議を行っている段階でございますので、詳細が分かっておりませんことから、今後その対応につきましては検討を行ってまいります。以上、お答えといたします。小島代表監査。おはようございます。おはようございます。不適正経理についての監査員へのお尋ねの件についてお答えをいたします。まず、物品納入時の研修が確実に行われているかへの監査としての取り組み状況についてでございますが、昨年8月から物品の研修については各月行っております例月水筒検査で手術伝票の一部を抽出いたしまして、手術伝票の研修日欄に入力および押印がされているか、物品納入業者からの請求金額と支払い金額について間違いがないかの照合を行っております。また定期監査では、予算執行伺いに見積書の添付漏れがないか、発注した物品通り納品され確認されているかの照合を行っております。さらに、本年研修の徹底を図るため、10万円以下の物品調達についても業者から調した納品書に確認年月日を記載し押印することを義務付けるようお願いをいたしました。これに伴い、すべての物品の研修において業者から提出された納品書に物品取扱主任の納品年月日と押印がされることになり、手術命令連絡表の
研修ヴィランへの応印と合わせ物品研修の徹底がなされることになっております。次に昨年6月議会において不定期に各課の研修に立ち会っていきたいと答弁いたしており、これを実行するための検討を行ってまいりましたが、大変難しい課題がありますので引き続き研究してまいりたいと考えております。今後の監査としての対応でございますが、昨年10月に就任して以来3名の委員で全国的に大きな問題となっております不適正経理について本市監査の在り方を協議し、事務局に調査研究を指示いたしまして、本年度から定期監査において財務事務が適正に行われているかを中心に、すべての課を対象とした監査を実施した現在施行を行っておりますおるところでございます。今後ともこれまで以上に法令遵守の重要性を説くとともに、市民の負託に応えるべく日々の監査業務に努めてまいります。以上お答えといたします。大倉雄一君。はい、多岐にわたり、答弁をいただきました。昨年の、春ですね、検査が行われて、これまで、報告がなされなかった理由というのも、守秘義務といいますか、不開示情報になっているということで、公開ができなかったということで、これは理解をさせていただきたいと思いますし、また、預け金とかですね、差し替え、それから、一括払い、それから翌年度納入、前年度納入、補助対象外というような分類に分けられるということも、報告がいただいたというふうに思います。この件に関しましては、今朝の長官の方にもですね、会計検査院からの不適正経理の指摘について事務の取り扱いが問題があったということで報道もなされていたように記憶をしております。また今回のものにつきましても前回の自主点検と同じく指摘流用がなかったということが非常に幸いであったかなというふうに私も感じているところではありますが、またその部分につきましては、また後ほど再質問をしていきたいというふうに思っております。また発生した原因として、職員の意識に関する原因、それから、物品調達体制の、原因、それから予算執行に関する原因というものが、3点述べていただきました。これに対する取り組みももうすでに進められているというふうには把握をしておりますけれども、今後の対策もしっかり取っていっていただきたいというふうに思っております。また監査院の方からもですね、現在の状況についてご報告をいただいたわけですけれども、早速物品等の取り扱いにつきましては改善された監査体制をされておりまして、確認をさせていただいたところです。それから、3年に一度今までは、各課の方を回られていたというふうにお聞きしておりましたけれども、これも、1年に一度のペースで、各課の方に財務を中心でありますが、周期を縮められて、確認をですね、されるということで、早速取り組んでいただいているというところを確認させていただいたというふうに、答弁の方から確認をさせていただきました。そこで、自主点検が平成21年、行われているわけですけれども、この中で預け金が30件412万3217円、それから差し替えについて73件642万331円の結果が
公表をされております。自主検査の調査期間は平成17年4月1日から21年の2月28日までだったわけですけれども、すべて報告がされていたはずというふうに私たちは理解していたわけですが、自主検査期間内において会計検査院の検査によって新たに預けや差し替えが発見されたというふうにお聞きしているわけですけれども、この不正経理が自主検査以外に発見されたそのことについて、なぜ報告に漏れたのか、どこに問題があったのかというふうに執行部の方では把握をされているのかということをお尋ねしたいと思います。江崎総務部長。お答えいたします。市の自主調査では他の自治体の調査を対象参考といたしまして、主に物品調達にかかる不適正な事務処理を対象に、全職員1146名への聞き取り、また物品等の納入業者513業者に対しまして書面調査を行い、調査開始から約3ヶ月をかけまして結果報告の取りまとめを行っております。市といたしましては職員の記憶に基づく調査ではありますものの、取れる限りの調査を行い、すべての不適正な事務処理が報告されたものと信じておりました。しかしながら今回の検査におきまして報告漏れの指摘を受けましたことにつきましては誠に残念に感じているところでございます。以上お答えといたします。以上。大倉雄一君。はい。私と言わせていただきますが、私も前回の自主点検での結果を信じておりました。こちらが非常に残念ですということを申し上げたいというふうに思います。他市での不正計量を受けて自主点検をされたという部分については、評価をしたいというふうに思うんですが、その調査方法として聞き取り調査が選択されています。身内での調査では透明性に欠けるため外部委員の導入を提言したことも私の記憶にはあります。幸いにも先ほど繰り返しになりますが不適正経理に指摘流用がなかったということで救いでありますけれども、今回42件124万4000円が新たに出たというふうにも聞き及んでいるところです。そういう意味では職員さんの意識という部分をですね、しっかり醸成していただきたいというふうに思っているところです。さて、今回の不適正経理のように組織的に行われたことについては責任の所在というものがうやむやにされる傾向が全国的にあります。今回の不適正経理の責任の所在がどこにあるとお考えなんでしょうか。市長にお尋ねいたします。市長福島和俊君。おはようございます。ご指摘をいただきました今回の責任はどこにあるの、誰にどこにあるのかということですが、今回の指摘を受けましたことは物品調達および、予算執行におけるチェック体制や職員の意識に問題があったことは言うまでもありません。このような、不適正な事務処理を防止できなかった、それは組織全体に問題があったと考えております。議長。大倉雄一君。はい。組織全体の責任という見解であったというふうに思います。組織全体ということであれば当然市長をはじめ特別職の皆さんには管理責任、幹部職員の皆さんにも管理責任というものが問われてくるというふうに思います。そこを踏まえまして、加算金
という部分について、見解を求めたいというふうに思いますが、平成21年4月に策定されました八代市職員の懲戒処分などに関する基準における処理基準における不適正な事務処理などについては、先ほども答弁でありましたが、職務を怠り、または不適正な事務処理などを行うことにより、公務の運営に支障を与えた職員は、減給または戒告とする。この場合において、市民などに不利益を与えた職員は、停職または減給とするというふうに整理がなされております。返還金に加え、補助目的以外に使用したことへの制裁として、加算金が求められることになります。これは市民に対する損失というものを与えたことになると私は思っております。国庫返納について繰越金を充当するという考えは、返還金についてはそのようなお答えであったというふうに思います。この部分については、理解をさせていただきたいと思いますが、もし加算金についても繰越金などを財源として返納されるのであれば、職員の皆さんには全くの痛みがありません。市民の税金だけが返納金や加算金に使用され、痛みが来るのは結局回り回って市民というふうに私は理解をしています。そこで責任の所在が組織全体ということであれば、市長や副市長、そして幹部職員、八代市全体の職員さんの給与を削減してでも、この加算金の財源として返納するという考えがないのかということについてお尋ねをさせていただきます。市長福島和俊君。先ほど総務部長が答えましたとおり、現在補助金の所管省庁であります国土交通省および農林水産省と返還についての協議を進めております。現時点では返還額も確定しておりませんことから、今後検査を受けました他自治体も含め全国の状況を見た上で判断したいと思っております。大倉雄一君。返還金と加算金の金額が確定していないため、確定してから検討するような答弁だったかというふうに思います。金額の代償で対応が変わるのかなというような思いも持たせていただきました。他種の状況もですね、考慮しながらということであったんですけれども、私は八代市としてスタンスを持っていただければいいのではないかと、そのような期待をしたいというふうに思いますし、市長に市民に対するですね、これ姿勢が問われている課題ではないかなというふうに私は思っております。よく市長は株式会社八代ということでおっしゃいます。株式会社八代の社員も非常に可愛いと思いますけれども、しかし今回の場合はお客様である市民にご迷惑をおかけし損失を与えているということからも、市民の立場に立った判断が必要であるということを私は思っておりますので、ぜひこれから検討される上での課題といいますか、そういったところも念頭に置かれて検討を実施していただければというふうに思います。補助金などの不正な使用の防止を図る法律に補助金適正化法というものがあります。この中で補助金について善良な管理者の注意をもって
補助金、補助事業などを行わなければならず、いやしくも補助金などを他の用途への使用をしてはならないとしています。補助金のうち残金を返納しようとすると嫌がられる、使い切ってほしいという話もあったのでしょうが、八代市も市民に対して補助金を出しながら指導する立場にある行政が補助金を他の用途へ使用するとは言語道断であり、行政の不信の温床につながるものと考えます。公僕としてスタンスをしっかり持っていただくようにお願いをし、この講を終わります。次をお願いします。長原企画振興部長、はい。おはようございます。ご質問の行政評価制度の導入に向けた過去の取り組みと検討の進捗状況および導入の課題についてお答えをいたします。まず過去の取り組みについてでございますが、旧八代市において平成14年度から16年度まで事務事業を単位とした行政評価制度を試験的に実施した経緯がございます。この施行は事務事業の見直し、マネジメントサイクルの構築、職員の意識改革、市民サービスの向上などを目的に実施をいたしております。しかし平成17年度は市町村合併という大きな転換期を迎え、その事務を最優先に取り組む必要性から休止としたところでございます。合併後、行財政改革大綱の策定にあたり、行政評価制度は基本的に行政経営の上からは必要であるとの認識のもと、導入について検討を行う旨を掲げております。そこでこれまでに県内全市の取り組み状況を調査整理し、その中から先進市3市については視察研修を行わせていただきました。その後関係部署の意見を求めながら、行政評価を通して総合計画の進行管理や予算決算等にもつながる効果的な取り組みができないか検討してきたところでございます。そうした中に平成22年度より事業仕分けに取り組むこととなりましたので、これまでの検討経緯を今回の事業仕分けの仕組みの中に活用することとし、事業仕分けを行政評価の一環として位置づけ、取り組みを実施したものでございます。次に課題についてでございますが、旧八代市の事務事業評価制度の施行の中で出された課題といたしましては、評価の客観性、成果の把握方法、評価結果の活用方法、事務量の増加などが挙げられました。これらの課題は他市でも同様に課題とされており、各自治体その状況に応じた改善が段階的に行われております。今年度の事業仕分けではこうした課題の対応にできるだけ努めたつもりでございますが、まだまだ課題は残っている現状でございます。しかし評価結果を事務事業の見直し、予算への反映につなげる基本的な仕組みが構築できたことは、今後の行政評価制度の確立に大きく資するものになったと考えております。以上でございます。大倉雄一君、はい。課題は残るものの、評価結果を事務事業の見直しや予算への反映につなげる基本的な仕組みが構築できた。そのことは今後の行政評価制度の確立に大きく資するものになったという、答弁からも、行政評価制度の導入に向けた足がかりになったというふうに私は理解をしたいというふうに思います。そこで、今年度から、行政評価に見合うような、事業仕分けが導入されております。この事業仕分けは、本定例会一般質問でも、たくさんの議員さんがお尋ねになっておりますが、この対象となりました75事業については、
行政評価が実施されたようであり、その結果を当初予算に反映していくとの答弁もなされていたように記憶しております。行政評価がしかしなかなか進んでいないというのも現状にある中で、前年度の予算を踏襲する予算になりはしないかという思いもいささか、心配持っておるわけですけれども、平成23年度予算の編成について考え方を市長にお尋ねいたします。市長福島和俊君。はい、先日お答えしました雪村議員さんへの答弁と重複することになりますが、平成23年度の予算編成にあたっては、先に実施しました市民事業仕分けにおける廃止、市民共同、要改善などの検査や検討結果を尊重するとともに、決算審査特別委員会において賜りましたご意見につきましても、例年通り各部各課におきまして十分なる検証を行い、可能な限り来年度予算に反映させてまいります。以上です。大倉雄一君。はい、予算編成、私はしたことが残念ながらありませんので、なかなか分かりにくいところもありますけれども、非常にこう景気の不低迷とかですね、そういったところから財源の確保というのも非常に難しい部分があるのかなというふうに、思いはするわけですけれども、ぜひ予算編成の要求までという時間がないわけですけれども、市長さんが自らやられたいことをですね、ぜひ前面に打ち出されまして、その予算編成となった当初予算案が3月定例会に上呈されることを期待したいというふうに思います。そこで今後の取り組みについてお尋ねをいたしますが、先行き不透明な景気の低迷、それから業績の伸び悩み、市民所得の低下、人口の自然減などから自主財源の確保が厳しくなるというふうに言われております。市長も所信表明の中で、以前の所信表明の中で、あれもこれもからこれあれかこれかという事業を選択する時期にあるというような発言も記憶をしているところであります。最初の経費で最大の効果を引き出すためにも、私は行政評価制度は一つのツールとして非常に効果が大きいものというふうに認識をしているところです。この行政評価は先ほど部長の答弁にもありましたように、総合計画の進捗管理にも活用できますし、事業仕分けに出された事業については事務事業がなされているようでありますが、この一つでも多くの事業に拡大すべきというふうに考えています。またサービスの対象となる市民の視点は欠かせないと考えます。評価結果については少なくとも市民に情報を公開していく透明性の高い行政評価制度を期待しているわけですけれども、今後の方針について市長の考えを伺います。市長福島和俊君。はい、まず事務事業の達成状況や効率性、有効性などを検証・評価し改善していくという仕事の進み方、いわゆる行政評価制度の考え方は重要なことでもあります。そこで行政評価制度の導入についての今後の方針でありますが、まず今年度実施した事業仕分けの仕組みを充実していくことが大切だと考えており、そのことが行政評価制度の確立にもつながっていきます。そこで今年度の事業仕分けの取り組みの中で、
市民委員や職員から出された課題の対応を図ってまいります。また導入する上で難しい問題ではありますが、総合計画の進行管理、予算、決算への反映などに一体的に対応できる仕組みが望まれることから、次期行財政改革大綱の推進期間内を目標に検討を進めてまいります。また透明性を確保するために情報公開にも努めてまいります。以上です。大倉雄一君。はい、次期行政改革、行財政改革大綱の推進期間というふうな、目標を定められましたけれども、ぜひ福島市長の任期中、平成25年度、当初には導入が完了するようなですね、気持ちでぜひ取り組んでいただきたいというふうに要望しておきたいというふうに思います。これまでは職員さんは予算をどれだけ獲得してどんな施策を展開するかにほとんどの精力を傾けられ、その後は予算を滞りなく使い切るという考えが大半であったというふうに思います。繰り返しになりますが、行政評価制度の狙いは事業がどの程度住民の役に立ったのかを検証する仕組みであり、これまでの発想を全く変えるということと考えます。ここの事業の妥当性を一つ一つ評価していく意味は大きいですし、マネジメントサイクル PDC というプランドゥチェックを年度単位で展開していくことも重要であります。担当課が自らの事業を評価したのではどうしても甘くなりますので、市民の視点も欠かせないと考えます。その点につきましては透明性の高い公表も考えているということでしたので理解をさせていただきました。具体的な全面導入の時期についてもできるだけ早くということで要望をしておきたいと思います。それから事業仕分けに合わせた行政評価制度導入ではなく、市長自ら職員の皆さんに対して行政評価制度の必要性を再度周知され、職員の理解の中で行政評価制度が早期に全面導入されることを期待したいというふうに思います。またこれは決算審査特別委員会のことになりますが、壇上で決算審査の進め方が予算に対するお金の動きが中心となって、事業の目的や目標に対する成果を職員の皆さんがどのように分析し判断されているのかが見えなかったと述べさせていただいております。その対策として決算審査特別委員会での決算審査の方法についても、この行政評価に基づく審査ができればより一層市民生活に密着した決算審査が可能と考えますし、決算審査の結果を当初予算に反映しやすい、しやすくなるのではないかと考えております。そのような仕組みが早期に構築されることを願い、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。